蛍光 X 線の模式図。黒丸は電子、白丸は空港を示す蛍光 X 線とは、元素に特有の一定以上のエネルギーを持つ X 線を照射することによって、その物質を構成する原子の内角の電子が冷気、されて生じた空港に外角の電子が遷移する際に放出される特性、X 線のこと。その波長は内角と外角のエネルギー差に対応する。 セメントプラントの品質保証ラボで用いられている自動サンプルフィード機能付きフィリップス社 XR 回分析装置 PW1606 典型的な波長分散 XRF スペクトル 60KV にてロジウムターゲットから発生する X 線のスペクトル連続 X 線と K 線が見られる内角外角のエネルギー差は元素ごとに固有であるので 蛍光 X 線のエネルギーも元素に固有である。このことから蛍光 X 線のエネルギーを実験的に求めることにより測定資料を構成する元素の分析を行うことができる。あるいはその強度を測定することにより測定資料中の目的元素の濃度を求めることができる。このような元素分析の手法を蛍光 X 線元素分析法と呼ぶ。 蛍光 X 線分析で特定の元素の内核電子を冷気するためには特定のエネルギー以上のエネルギーを持った X 線を照射する必要がある。照射する X 線としては透過性の大きい型 X 線や空気に吸収され安いナオン X 線は使用されない。X 線源には最も一般的には X 線環球からの X 線。 また特殊な場合には放射性同位元素からの X 線が使用され、また近年は放射光を0気源とした蛍光 X 線分析も行われている。市販装置は蛍光 X 線のエネルギー分析の方法の観点からエネルギー分散型蛍光 X 線分析装置と波長分散型蛍光 X 線分析装置に大別される。前者は検出器自体が X 線のエネルギー分析機能を持つ半導体検出器を利用し、後者はブラックの法則を利用した結晶分光器を用いてエネルギー分析を行う。前者は微小、微量資料の分析に向いておりまた、複数元素の同時測定などに特徴あるが、エネルギー分解能は低いので多元素資料では定量性に欠ける場合もある。一方、後者は エネルギー分解能が高いので、特定元素の定量性には優れており、応用が広いが、感度は前者に比べて低い。蛍光 X 線分析法は、鉱物や金属、生物学資料の組成分析に広く用いられ、製造現場での品質管理や材料科学における、原材料分析、医療分野での標本資料分析など、元素分析の分野で広範に利用されている。 現在の XR 回装置には、蛍光 X 線の強度と、飼料濃度の関係を表す、検量線のデータベースが備わっているため、標準物質がなくても定量することができる。ただし、原子量の近い元素が高濃度で含まれているときは、目的元素の蛍光 X 線が他の元素に吸収されたり、他の元素から出た蛍光 X 線によって、目的元素が冷気されたりする。これを、 マトリックス効果という。マトリックスによって検量線の直線性が悪くなるため、ファンダメンタルパラメータ法などによって補正される。酸素などの軽元素では、XR 解分析ができない。そのため、軽元素は、コンプトン散乱の強度から濃度を外散する。従来の検出器は、液体窒素で冷却する必要があったが、近年のシリコンドリフト検出器は、 比例客式で低廉化が進み、スクラップの品質を分析するようなフィールドでの使用を前提とした携帯型の蛍光 X 線、分析装置が6000ドル未満で市販される。また、省電結晶を用いることで乾電池で作動する X 線源も開発される。環境分析や化学操作での移動式別等で有害元素や微量物質の検出などに使用される。 空港等で爆発物、禁止薬物の検出にも使用される。蛍光 X 線法と類似の元素、分析方法として、内核電子の励起源として、電子線や陽子、家電粒子を用いる方法もある。これらは内核励起の機構が異なり、得られるスペクトルにもその特徴が現れることから、それぞれ使い分けられている。電子線を用いた分析装置は、電子線、 マイクロアナライザなどがあり、陽子、家電粒子を零気源とした分析法は、粒子線零気 X 線発光法と呼ばれる。マーズサイエンスラボラトリーや、フィラエのような惑星探査機には、キュリウム244やプルトニウム240の、ような放射性同位体を零気源とした、アルファプロトン X 線分光計が搭載され、成果を上げている。 原子の立体配置を解説パターンから一義的に逆算できないという位相問題の解決のために、蛍光 X 線ホログラフィの開発が進められる。ありがとうございます。